常磐快速線。常磐快速線は、東日本旅客鉄道、JR 東日本常磐線のうち、快速線である。各駅停車以外の列車が走行する。駅ナンバリングで使われる、路線記号は、JJ 路線案内上では、常磐線、快速と表示される。運転系統上の常磐線快速は、東北本線上野駅日暮里駅間と常磐線。 日暮里駅取出駅間を直通する上野駅、取出駅間の系統を指している。2015年3月14日からは、上野東京ラインを経由して、東海道本線、東海道線品川駅まで乗り入れており、品川駅上野駅間も、系統上の位置区間として扱われる場合もある。本記事では、常磐線快速及び、品川駅取出駅間の、常磐線、中距離列車、 中電の運行形態について記述する。首都圏における電車特定区間の路線の一つであり、東京都心から千葉県北部を経由して茨城県南部の取手市へ伸びる。北千住駅から取手駅までの全区間が線路別複々線で、快速線は綾瀬駅金町駅間では観光線の南側、金町駅取手駅間では観光線の北側に配置されている。 観光船との乗り換えには、ホーム間の移動を要する。常磐線は、日本国有鉄道、国鉄時代の1971年、昭和46年に、通勤後方面作戦の一環として、綾瀬駅や美子駅間が複々線化された。同時に、それまで、各駅停車として、上野駅取りで駅間で運転されていた電車との、環球分離が行われていて、以降は、 各駅停車が走行する線路が、常磐観光線、中距離列車、優等列車、貨物列車とこの時新設された、快速電車が走行する線路が、常磐快速線と呼ばれるようになった。その後1982年、昭和57年には、複々線区間が鳥出駅まで延伸されている。2009年度における、松戸駅北千住駅間のピーク1時間。 ラッシュ時の輸送量は、快速電車が34,480人、中距離列車が32,240人で、合計66,720人である。同時間帯、同区間の混雑率は、快速電車が173%、中距離列車が179%であり、両者の平均は176%となっている。 これはおおよそ体が触れ合うが新聞は読める程度の目安とされている180%に異数字である。常磐快速線の旅客列車は大きく分けて特急上野駅取出駅間で運転される快速電車と取出駅を越えて土浦、水戸方面に直通する中距離列車普通と特別快速の3系統がある。常磐快速線では 北千住駅取り駅取間を観光線経由で運行する列車は設定されていない。な2015年3月14日、現在、快速電車と中距離列車、普通の停車駅は統一され、案内も快速に統一されているが、車両運用は区別されており、快速電車はエメラルドグリーンと黄緑の2色、のが巻かれたグリーン車のない車両を、中距離列車は グリーン車を組み込んだ青一式の帯が巻かれた車両が使用されている。前車は直流電化区間のみで運用されることから、直流電車、後車は鳥出駅を越えて、土浦、水戸、かつた方面の交流電化区間に乗り入れることから、高直流電車が用いられている。以下、本記事では、快速電車と中距離列車、普通で特に区別する必要がない場合は、快速と記述する。 上野駅取りで駅間の快速の標準的な所要時間は約40分、最速は快速で39分、普通で38分となっている。2006年3月18日のダイヤ改正で日中時間帯11時台から14時台のダイヤが間隔は不当柄もパターン化され、上野駅阿鼻こ駅間では快速が1時間に6本。 快速電車と中距離列車が3本ずつ、特別快速が1本の運転となった。阿ビコ駅取り出期間は、成田線直通電車が抜けるため、昼間の快速は合わせて5本であり、その部分は運転間隔も上りで13分、下りで20分開く。日中時間帯は、快速電車と中距離列車がほぼ交互に運転されるが、それ以外の時間帯では、快速電車の運転比率が高い。 この節では、品川駅、上野駅取りで駅間の電車特定区間内を走る、快速電車、かつての国電、後の飯電について解説する。1971年4月20日の複々線化によって、上野駅取りで駅間を運転していた、各駅停車がすべて地下鉄千代田線直通となり、上野駅発着列車の輸送力不足を解消するために新設された系統である。 列車番号の末尾は H。エメラルドグリーン一式の車体を持つ103系電車が主力だった頃は国鉄監修 JTB 時刻表の上磐快速線のページには青色の電車と記載があり青電初代と呼ばれることもあった。停車駅は1972年10月2日に柏駅が追加されて以降変更はない。 1982年11月15日の、阿鼻コ駅取出駅間の複々線化の際、当初は天皇台駅を通過する予定であったが、利用者の反発により停車することになった。日中時間帯、11から14時台は1時間に2から3本運行されており、この時間帯の発車時刻は、上の発は、毎時例2分、22分、いずれも取手駅42分、 成田行きに統一されている。鳥出発は毎時03分27分で、もう一本が成田線からの直通電車である。阿鼻コ発は毎時57分。長席時間帯は本数が多くなる。一部電車は阿鼻コ駅から成田線に乗り入れ、成田駅まで直通運転している。一時期は朝夕のみだったが、2006年3月18日の ダイヤ改正で日中の時間帯の直通運転が再開された。一部の成田線直通電車は、取出駅発着の各駅停車との接続が図られている場合がある。特にその旨の案内はなされていない。途中駅のうち始発、終点となる電車の設定があるのは、松戸駅と阿鼻子駅で、いずれも上野駅との間の運行が主体である。かつては、途中駅、主に、 阿ビコ駅で折り返す電車の設定もあったが、現在は設定されていない。朝の上り5本、と休日は2本と、夕方引く夜間の一部、16.17時台 -21.22 時台まで、1時間に2から3本は、品川駅発着で運転されている。また、朝の品川駅の折り返し電車は運転せず、一部を夕方まで車両基地に留置するようになったため、 朝の下り電車と夕方の松戸駅、阿鼻子駅の出港電車が削減された。大晦日から元日にかけての終夜運転は実施されず、常磐線各駅停車のみ、阿鼻子駅発着、東京メトロ千代田線直通の運転となる。常磐線は、複々線化される前は各駅に止まる、電車、国電と一部の駅にしか止まらない、普通列車。 中距離列車が設定されていた。列車番号の末尾は M。かつては小豆色の塗装が施されていたため、快速電車の青電、初代との対比において赤電や中距離電車の略で中電とも呼ばれることもあった。その後、国際科学技術博覧会の開催決定、1985年に茨城県で開催を機に白地に 青帯の塗装に変更されたため、白電と呼ばれるようになった。現在は、ラインカラーが青であるため、青電、二台と呼ばれる。1971年、昭和46年に、綾瀬駅や美子駅間が複々線化され、上野駅発着の常磐快速線と、英断地下鉄千代田線、現在の東京メトロ千代田線に乗り入れる常磐、観光線が分離された。この従来の、 電車、各駅停車は、複々線区間においては観光線を走行し、綾瀬駅から千代田線へ直通させることとなった。この、常磐観光線上を走行する電車は、各駅停車と呼ばれるようになり、鳥出駅を越えて、土浦駅、水戸駅方面へ行く、中距離普通列車と区別する際に使われる言葉となった。そして中距離列車は、複々線区間においては、 快速線上を走行することになった。現在、中距離列車は、普通のほか、2005年7月9日より設定された、特別快速の2種別が運行されている。前車は前日の快速電車と停車駅を統一したことから、常磐快速線内の案内名称が、快速に変更されている。日中時間帯、11から14時台の上の発は、毎時09分。 特別快速、品川発、上野駅10時の15時12分32分、品川発52分に、取出発は、毎時16分24分、特別快速品川駅、10時から15時台42分、14時は43分55分、品川駅に統一されている。上野東京ライン直通はほぼ終日にわたり、設定されている。 上野東京欄開業時から2017年10月ダイヤ改正までは日中から夕方にかけてのみ設定されていた。また朝の下りと終電の各一本ずつ阿ビコ駅発着列車があり、上りの終電は直後の快速電車上野駅に接続している。さらにこの快速電車から松戸駅で北千住駅最終各駅停車にも接続している。特別快速は 2005年7月9日の設定当初は5.5往復で2006年3月18日以降は6往復が運転されている。上野駅取出駅間では日暮里駅、松戸駅、柏駅のみに停車し、取出駅以北は各駅に停車するダイヤとなった。最高速度は首都圏の普通列車で初の時速 130km とされ、標準の所要時間は 上野駅土浦駅間55分、当線内の停車駅と上野駅間の所要時間は、松戸駅15分、柏駅23分、鳥出駅31分であった。2015年3月14日のダイヤ改正より、北千住駅に停車するようになり、所要時間はやや伸びている。上野駅発着の所要時間は、北千住駅9分、松戸駅17分、柏駅25分、鳥出駅33分。 特別快速の運行開始の背景には、平行路線となった、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの開業が挙げられる。1991年3月16日の改正より、平日の朝の上りと毎日夕方の下りに、通勤快速が運行されていた。本数は朝、上り最大3本、夕方折り1本であったが、2005年7月9日より、 朝上り2本のみに削減され、2006年3月18日改正をもって普通列車に置き換えられ、すべて廃止された。上野駅土浦駅間の停車駅は、日暮里駅、松戸駅、柏駅、鳥出駅、牛久駅であった。このほか、毎年8月には、日立中市の国営日立海浜公園で開催される、ロックインジャパンフェスティバルの帰宅の足として、 臨時快速列車が運転されていた。2011年までの当線内の停車駅は、上りは、鳥出駅、阿鼻子駅、柏駅、松戸駅、北千住駅、日暮里駅、上野駅である。2012年は、天皇台駅、南千住駅、三河島駅にも停車した。2013年からは、鳥出止まり。2008年と2009年に運転された下り列車は、 快速と同じ停車駅であった。常磐快速線は、当初、中距離列車、普通列車と快速電車の停車駅に相違があり、上野駅取りで駅間では普通列車の通過駅が快速電車よりも多く、さらに各駅停車も運行されているという利用客にとっては紛らわしい状況であった。中距離列車は1971年4月20日の福福線下当初、 南千住駅、三河島駅、北千住駅、柏駅、天皇台駅を通過していた。柏駅の快速線ホームが設置された1972年10月2日から、日中は上下とも柏駅停車とり、1980年10月1日からは、全列車が柏駅停車に、さらに1985年3月14日からは、北千住駅停車となった。 1985年3月13日までは、阿ビコ駅や松戸駅の退避設備を利用し、快速電車を追い越すことがあったほか、1982年11月14日まで存在した客車による普通列車については、柏駅、北千住駅は通過であった。民営化後の1988年3月13日より、中距離列車が天皇台駅に全列車停車となって、 日中のみ、三河島駅、南千住駅にも停車するようになり、日中時間帯は、上野駅取り出期間で、快速電車と停車駅が同一に行った。その後2004年3月13日より中距離列車が、南千住駅と三河島駅に、全列車停車するようになり、上野駅取り出期間で、快速電車と停車駅の際がなくなった。これを受けて、同年10月16日から土浦、 水戸方面に直通する中距離列車も上野駅取り出期間では快速と案内されるようになり従前の快速電車と案内の上でも差がなくなり取り出以南において各駅停車と普通列車の停車駅が異なるという利用者にとってわかりにくい状態も解消されることになったただし JR 時刻表や JTB 時刻表では 快速電車と中距離列車が別系統として掲載されている。また、JR 東日本のプレスリリースでは、案内故障統一後も中距離列車は、快速ではなく、通電車、中距離電車や、普通列車、中距離電車、列車と呼ばれている。鳥出駅北の常磐線を管轄する JR 東日本水戸支社の公式サイトなどでは、 IR 情報やイベント案内などでも一部を除いて、特に、上野、鳥出館快速運転などの注釈はされておらず、たとえ、上野駅の時刻を掲載する場合でも、普通列車と案内しており、場合によっては、各駅停車になっているなど、死者によって対応が異なっている。判例、停車、朝登り、上野駅業のみ停車、日中のみ停車、通過。東京都心と茨城県。 福島県浜通りなどの常磐線沿線地区を結ぶ特急列車日立時和も快速線上を走行する。常磐快速線内では柏駅に時和が朝の通勤時間帯の上り列車及び夜をり本を除き停車する。詳細は日立列車の項を参照。日本貨物鉄道 JR 貨物によって運行される貨物列車も 常磐快速線を走行する。比較的本数が多い。ただし、馬橋駅金町駅間では、千葉方面へのコンテナ列車と、ガソリン輸送車扱い貨物列車は、南流山駅、蘇我駅間の武蔵野線、京葉線経由に変更した列車が設定されたため、本数が削減された。上野駅取りで駅間のもの、2016年度の再混雑区間。 松戸北千住間の混雑率は、中電が160%、快速が160%である。上野駅取りで駅間の快速線上に設置されている旅客駅と特別快速停車駅、接続路線、所在地を以下に一覧形式で示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。